最古説は基本的に何であるかを今日明らかに、掲示されています。学ぶこと、学ぶ。だから私たちが毎日祈ります。だから私たちが毎日集まって祈る。だから共同体は集って御言葉を聞くこと、この太古説の歩みは何回も私たちは聞きましたが、このような歩みのイメージです。だからこの、最もふさわしい時期である太古説は私たちに、これを教えますね。どういうふうに生きるかを、どういう態度を毎日取るかを教えてくださる。で、この態度は学ぶ人の態度です。弟子の態度。ラビに従っている弟子のような態度です。イスラエルでは、弟子と先生 の関係は、ただ、私たちが学校に行ってね、その授業を受けて家に帰る。まあ、なんとかね、もし、わからなかったら、もし、何か難しければ、ちょっと、他人に近づいて話すけど、それ以上何もないでしょう。いや、その時は違かった。そのラビ、その先生と弟子たちの態度は、の関係は親しみでした。ラビが行ったところでは、その弟子たちも行った。ラビが座ったら、弟子たちが座る。ラビ立ったら、などね。そういう親しみ。学ぶ。聞くことだけではなく、そのラビの態度からも、その全てを学びました。でも、違かったのは何ですか？弟子たちが、あのラビは面白い。選んだ。このラビの方がいいなと。イエス・キリストは逆。イエス・キリストはラビでありながら、自分の弟子を選んだ。何のために？乳和と謙遜を教えるため。神の国は乳和と謙遜のものです。一番最初の、今のさっき、その、アレクサンディアのチリロの、セチリロの、その、説教の中では、素晴らしい、この、すぎこし、昔のすぎこしと、キリストと共に私たちもすぎこす、その話によると、私たちは一つのことを分かりました。キリストが人間となったのは、私たちの奴隷まで来るためでした。私たちの首輝を、運ぶと、ために、その私たちの難しい、そのエジプトの奴隷、そして霊的な奴隷から、私たちを救うためにそちらに入らなければならなかった。だから、私たちの状態の中では、私たちが学ぶことができます。この今日の状態、この今日の十字架、この今日の首輝、を取りながら、クリストと共に、弟子とその先生と一緒に歩むことができます。その弟子、その先生は、小くにした。低くした。私たちが本当に全てを学ぶことができるように、彼の豊かさを、小さな、チリのようなものにした。もう本当に、そのパンの、なんていうの、そのパンの一番小さな、靴と、にした。私たちがまだまだ歯がないから、まだまだちゃんと消化できないから、少しずつ、その乳和と、謙遜を与えてください。学ぶこと。つまり、信仰の歩みを歩むこと。この、太古説は、ある意味で、このすぎこしでもある。このすぎこしでもある。どこへ行くのか？安らぎ、休む。この使った動詞は、神が創造を終わった時の同じ安らぎ。いつ神は休んだのか？人間を作り、これは私のイメージです。これはそっくり。休んだ。私たちの休みは何ですか？いつ、どこ、私たちが休むことができますか？馬小屋。見つくと。その、学ぶクラス。学ぶ室。教室。である、その、
馬小屋。私たちの状態には、私たちの難しい状態には、私たちの結婚、私たちの選挙など、そこまでキリストを見ず、見ること、見出すこと。あ、これはすっごい。私を愛する神は、ここまで来てくださった。同時に相手を見る。私たちの安らぎは、奥さん、主人、兄弟です。彼に渡ることができる。彼のためには、彼女のためには、相手のために、命をかけることに、とくときに休む。このことを、愛だけに学ぶこと。経験しながら学ぶこと。これは太鼓説です。